もビッグカメラ有楽町店家電コーナーのカドリーヌ小屋野です。今日はこちらハンドブレンダーのご紹介をさせていただきます。でもただのご紹介じゃないんです。実際に実演を交えてご紹介していきたいと思います。そもそもハンドブレンダーって何というお客様多いかと思うんですけど、どうでしょうか。離乳食を作るですとか、介護食を作るですとか、日頃のお料理クッキングに使いたいななんていうお客様が多いかと思うんですけれども、お客様の加減で調整して作れるっていうのが売りの商品になっております。泡立てをしていただいてケーキに塗っていただくなんていうのもおすすめな商品です。話しているのもなんなので実際に作っていきたいと思います。では行きますよ。せーの。どうですか？ご存知の方は少ないかもしれませんが、実は私、津軽弁実演販売士カドリーヌ小屋野としてですね、実際に実演を行っています。一児の母ということでですね、今3歳の息子がいるんですけれども、その息子が生まれる前、妊娠している最中もですね、実際に実演しておりました。ということで復活しまして、実際に今日はブレンダー作っていきたいと思います。一番お客様によく聞かれることなんですけども、玉ねぎのみじん切りってどのぐらいのスピードでどのようにできるのか、実際にチャレンジしてみたいと思います。軽く切っていただいた後にいきますよ。どうでしょうか。実際に中見てみたいと思います。じゃじゃん。続いてこちらのご飯を実際にですね、お粥にしていきたいななんて思っております。じゃあ実際にやってみます。結構離乳食を作るときは私は大量にあえて作ってパウチにしまって、食べるときにその都度レンジで解凍してあげたりなんかしてました。実際にこのような形でお湯にご飯入れて、ちょっと時間を置いて本来やった方がおすすめではあるんですけども、今日はブラウンのブレンダー様がすごく威力が強いので、このままやっていきたいと思います。結構ブラウンはやっぱり早いですね。威力が強くてすごい滑らかな、本当にペースト状のお粥になりますね。離乳食にもってこいだと思います。気になるお手入れなんですけども、何よりお手入れが楽なんですよ。何が楽って、この計量カップに水と洗剤数滴入れていただいて、あとはボタンを押すだけ。そうするとこのシャフトの部分が綺麗になっちゃいます。じゃあ実際に洗っていこうと思います。これで実際に洗剤で洗った状態です。あとはこの洗剤の入ってるお水を流して、シンプルな水だけの状態でもう一回回していただくとすっきり綺麗になります。では続いてはグリーンスムージーを実際に作っていきたいと思います。小松菜とバナナ、ヨーグルト、水が入ってます。葉酸がいっぱい入ってるんで、妊娠中のお母さんですとか野菜が嫌いなお子様におすすめです。じゃあ実際にやっていきたいと思います。実はこちらクイジナートのブレンダーで、なんと 550g の軽さのブレンダーなんです。先ほどはボタンの押し具合で速度の切り替えができたんですけど、この商品この上の部分で速度の切り替えができます。では続いてこちらのグリーンスムージー実際に作っていきたいと思います。あっという間に出来上がりました。実はこの商品、ここのボタン1回押していただくとロックがかかるので、ずっと押し続けなくてもいいっていうのも便利な点になってます。スムージー作る時にずっと押してないといけないっていうのが難しいってお声多いんですけど、この商品軽くて押し続けなくていいので大変便利ですよ。最後極めつけなんですけども、実は今コードレスのタイプのブレンダーも出てます。実際に潰すと混ぜる、
今のですね、実際に見ていただいたようなグリーンスムージーだったり離乳食を作るなんていう時はこの潰すと混ぜるだけでも実際に使っていただけます。一番最初に見ていただいたような玉ねぎを細かくするみじん切りするっていう時はチョッパーがないとできかねてしまうんですけども、実際に使用用途によってアタッチメントの数がいろいろ違ってきますので、ぜひとも使いたいですね。用途によって選び分けしていただけたらおすすめです。はい、お客様どうでしたでしょうか。実際に3つの商品ご紹介させていただいたんでちょっと振り返っていきたいと思います。ブラウンのブレンダーは何よりパワーが強い、そしてボタンの押し具合によってですね速度の切り替えが簡単にできるっていうところがポイントでございました。チョッパーもついてるんでね、玉ねぎなどのみじん切りも楽ちん、簡単にできちゃいますよ。2点目にご紹介しましたこちらクイジナートの商品ですと、何よりまず 550g ってことで本体が軽い、そして、使い方もですね楽ちん。なんでかっていうと上の部分に速度の切り替えがある、そしてボタン1回押していただくとロックがかかるので押し続けなくてもいいといった点が楽ちんでございます。最後3点目の商品、なんといってもコードレスで使っていただける、潰す混ぜるがメインで使っていただく方におすすめな商品になっております。ぜひ使う場所ポイントお客様で絞っていただいてブレンダーの生活してみませんか。ではでは、ここまでご覧いただきありがとうございました。有楽町店家電コーナーのカドリヌ小屋野でした。